はじめまして。今回からポケモン対戦動画を投稿させていただくライバロリと申します。よろしくお願いいたします。辛すぎて働くことをやめたので、今日から毎日ポケモン対戦動画の方を投稿していこうと思います。まあね、仕事の帰り際、学校の帰り際にね、電車の中とかでも気軽に見れるような、また帰った後にでも食卓で家族で食卓を囲みながらでも見れるような、そのような対戦動画を目指しておりますので、よろしくお願いします。で、ライバロリって名前を見て、なんか見たことあるぞみたいなことを、この名前なんか見たことあるぞみたいなことをちょっと思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、アイドルマスターシンデレラガールズのモバマスっていうゲームで詐欺行為をしていたライバロリっていうハンドルネームの人と、まあ、同一人物で間違いありません。ただちょっと詐欺行為をしてたっていうと聞こえが悪いので、待てよ、どうしよう、どうしようちょっと待ってくださいね。こうで大勢よろしくお願いします。聞こえ悪いので弁明しておきますと、モバマスって他プレイヤーと対戦して勝ってお金とかをもらうっていうシステムなんですけど、殴られ屋さんって言って自分の使うキャラをわざと弱いキャラクターに設定して負けてあげて、相手に勝たせてあげてね、報酬をあげるっていう親切なプレイヤーがね、たくさんいらっしゃるんですよ。で、僕はその殴られ屋ってのになりすまして、口とか殴られ屋ってのになりすまして、どんどん攻撃してきていいですよみたいなアピールをしておきながら、実際こっちガチパで固めといて攻撃してきてきた人を全員返り討ちにするっていう、まあ、ポケモンで例えると秘密基地あるじゃないですか、ハピナス道場って。あれのハピナス道場なんで、経験値稼ぎに使ってくださいみたいな挨拶を書いておきながら、いざ攻撃すると出てきたポケモンが原始グラードン、原始カイオーガ、メガレックーザで、ボコボコにされて負けて金巻き上げられるみたいな、まあ、そんな感じですね。どうしようこれ。炎の牙とかあったら殺されるんですよね。まあ、ちなみにその行為をやってた後に、2チャンネルにさらされて、集中攻撃されて、1000人ぐらいのモバマスプレイヤーから、僕はモバマス上で持ってたお金全部奪われました。